さん頑張れの声を送りますからありがとうございます。ありがとうございます。何の自慢にもないプリティチエ、嘘つかないチエ、プリティチエ、あなたのためのプリティチエ、どうか力を貸していただきたい。愛のあるし、宜野湾を作るために愛のあるプリティチエをどうか議会に送り込んでいただきたい。宜野湾大普天間第二小学校で見つかった汚染、この調べをしていた市民団体と一緒にやってきたのがプリティチエです。政治家になる前から頑張ってきた宜野湾のみんなのために、議会でどうかこれを追及させてほしい、そしてみんなの底上げをさせてほしい。プリティチエ、プリティチエがパイプラインに到着です。はい、選挙カー動きます。周辺の方はご注意ください。ありがとうございます。令和新選組代表の山本太郎、そして候補者のプリティチエ、プリティチエ、そして大阪から衆議院議員の大石晃子、これよりここパイプライン交差点にて皆様に最後の訴えをさせていただきます。選挙戦8時までしかマイクは使えないので、これが最後の大きな音となります。そして周辺には知恵頑張れ、プリティ頑張れと集まってくださったボランティアの皆さん、ありがとうございます。どうか最後まで見届けて、そして投票箱の蓋が閉まるその瞬間までプリティ頑張れ横に広がれと皆様のお力をお借りすることになると思います。ありがとうございます。それでは候補者プリティ知恵、プリティチエのお声をお聞きください。こんばんは、みんなありがとう、ありがとう。もう本当に、プリティチエはとっても幸せです。なんか家族、兄弟、そして友達、そして教え子、みんながこんなに支援してくれて、8月1日に出発してここまで来ました、走ってきました。ありがとうございます、ありがとうございます。私は教師から、あ、浜本さん頑張ってください。私は教師から市議として立候補したのは、大好きな可愛い子どもたちと36年過ごしてきたんですけど、たくさんの問題が子どもたちに降りかかっているからです。安全な空、安全な空を取り戻したい、安全な水を取り戻したい、子どもたちの命を守りたい。ありがとうございます。だから私は立候補しました。沖縄では命ずる宝、命は宝、誰の命も大切なんです。それが今宜野湾市では危ないんです。だから私は子どもたちの命を守るため、子どもたちの未来を守るため立候補しました。皆さん、私に大切な一票を託してください。私は大切な私たちの宝である子どもたち、市民の命を守るために力を尽くして頑張ります。どうぞよろしくお願いします。私は頑張っていきます。皆さん一緒に力を合わせて宜野湾市をみんながハッピーに、そして笑顔が咲く街にしていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ただいまマイクを握りましたのが候補者本人、プリティチエ、プリティチエでございます。プリティって自分で言うのどうなの、そう思われた方、ぜひ簡単に説明させてください。プリティチエは36年間学校の先生をやってきました。ここ宜野湾でも普天間高校、宜野湾高校でも教えてきた、そのプリティチエ、その名前をくれたのが生徒たちでした。プリティチエと名付けた、プリティという名前をくれたのは、そのニックネームをくれたのは生徒たちだったんです。その生徒たちからもらった名前を引っ提げて、今度は生徒のた
生徒だけのためではなく市民の皆さんのために立候補をしようと勇気を持って一歩を踏み出してくれたのがプリティ知恵、プリティ知恵でございます。どうか皆さん、彼女の勇気を皆さんぜひ投票用紙に表せていただきたい、応援をしていただきたい。4文字、ひらがなでもカタカナでも結構です。プリティとお書きいただければ、他にプリティと名乗るものはおりませんので、彼女が議会に押し上げられます。あとちょっと、あとちょっと、さらに広げていただきたくお願いをいたします。さあ、続きまして、令和新選組プリティ知恵支持候補。続きまして、大阪から応援に来てくださいました。衆議院議員です。大石あきこ議員です。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ハイタイプ通用中宇賀ナビラ、私令和新選組の大石あきこです。こんばんは皆さん、プリティ宮城知恵応援に参りました。令和新選組の代表山本太郎とともにここにお邪魔してます。住民の皆さん、宜野湾市民の皆さん、こんにちは、こんばんは。明日が選挙ですね。明日が選挙、大きな選挙です。ぜひプリティ宮城知恵、ここにいます。プリティと書いてください。あなたの投票用紙、ぜひプリティ簡単に書けます。カタカナ4文字でプリティ、またはひらがな4文字でプリティ、どうぞそうお書きください。そしてあなたのために働く宜野湾市議会議員、女性の市議会議員誕生させてください。お願いします。私このように大阪弁でなまっております。大阪から参りました。普段は国会議員をしております、令和新選組の大石あきこと申します。大阪から、やってまいりました。だって絶対にプリティ知恵さんに議員になってほしいんです。令和新選組の市議会議員になってほしい、それで、ここに来ています。プリティ知恵さんは36年間学校の先生をされてました。で、今回何回も街頭、この宜野湾市内を回らせてもらいましたけども、もう行く先々でプリティ頑張って、教え子の方が駆けつけてくれるんです。教え子の方、時にはお子さんを抱いてたり、何人ものお子さんと駆け寄ってくれて、なんとプリティ知恵は愛されてるのか、ものすごく驚かされました。それだけにプリティ知恵、絶対宜野湾市議になってほしい。これだけ教え子から愛されてる人、ぜありがとうございます。車から頑張れのお言葉です。こんなことってめったにないと思うんですよ。こんなに教え子から愛されて、プリティ知恵、もう宜野湾市議になるしかありません。ぜひ皆さん横にも広げてください。明日が投票日です。私は大石あきこと言いまして、私国会議員してるんですけれども、その政治の原点は沖縄です。4年前の玉城デニーさんの選挙です。その頃は私はまだ公務員でした。でも沖縄に基地の負担ばかり、沖縄が阻害されてる、もし基地がなければ沖縄の県民の人はもっともっと豊かに自由に生きられるだろうな、そう思って玉城デニーさんの選挙をボランティアで応援させてもらいました。そして県民の皆さんが玉城デニーさんを勝利させたその日、4年前の9月30日、私はデニーさんの勝利を見て公務員を辞めて大阪から沖縄と同じような戦いを作ろう、地元の住民運動を作ろうと決意して政治家の道を選びました。ありがとうございます。そのちょうど4年後何かかんか国会議員になっちゃいまして、国会議員になりまして、私大石あきこ4年後にプリティ知恵さん令和から公認でこのように応援できる、そして宜野湾市長候補中西さんを推薦で応援できる、そして沖縄県知事玉城デニーさん応援できる、こんな幸せなことはありません。4年かけてちょっとは成長してまいりました。令和新選組の大石あきこです。このように沖縄県民の方と宜野湾市民の方と共にいい議員を一緒に作っていこうと、こういう運動ができることを本当に喜びを感じてますし、明日日曜日皆さんと共に勝利を
味わいたい、皆さんとプリティチェの勝利を一緒に喜びたい、そのように思っています。令和新選組の国会議員大石あき子です。本日はここに令和新選組から私大石あき子と令和新選組代表山本太郎が来ています。住民の皆さん、ぜひこのプリティ宮城知恵、プリティ知恵のことを見てください。学校の先生やってました。これからあなたのための市議会議員にならせてください。投票用紙はプリティ4文字でプリティとお書きください。残る時間皆さん頑張りましょう。令和新選組の大石あき子でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいま聞いていただいたのがプリティ知恵を応援しに大阪から来た衆議院議員大石あき子でございました。マイクを変わりました。令和新選組代表の山本太郎です。皆さん、今の国政を見ていて政治は信じられる代物でしょうか。おそらく多くの方々が一番信頼しちゃいけないものが政治である、そう感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。そりゃそうです。自分たちのやりたい放題、自分たちが票がもらえる、そんな大企業や資本家にいい思いばかりさせている、そのような数十年続くような政治の世界を見せられれば政治に対して諦めてしまう、その気持ちは決して間違っていません。気持ちとしては理解できる。ただし、あなたが政治から手を離した瞬間に政治の暴走は加速します。だからこそ心ある人をあなたの町の議会、そして心ある人をあなたの町の市長に、そしてあなたの県の地元の知事に選んでいただきたい。そう考えるならば、当然私は知事は玉城デニー、そして市長は中西春馬さん、そして市議はどうかプリティ知恵、プリティ知恵にお力を貸してください。よろしくお願いします。毎日のようにテレビで垂れ流される統一教会問題、お腹いっぱいだ、そういう方もいらっしゃると思います。確かにお腹はいっぱいですけれども、だからもういいやって話にはならないんですね。この国においてさまざまな人生を破壊するような活動を続けてきた、宗教の隠れ蓑を使いながらそのような活動をしてきたような政治、そういう団体と癒着をしながら、自分が議員になるためにそういった力を借りる、政策を歪められて彼らが求める政策を採用しながら、この国を歪めながら自分のバッジをつけるために、自分の権力を守るために一つになってきた、こういうことが許されてはなりません。一方でここ宜野湾でも似たようなことがありますね。8回にもわたってそういった団体と関係を持ったもの、それだけじゃなく、そのうちの1回は合同結婚式と呼ばれるようなものにも参加していながら、そんなこととは知らなかった、そんな団体とは知らなかったとしらを切るのは、おそらく嘘つきかあまりにも間抜けかのどちらかです。そのような人を知事になってもらっては困る、当たり前の話です。嘘をつかない、基本的に皆さんと一緒にこの沖縄を、この日本を良くしていくと、そういう意思を持った覚悟ある大人に皆さんにはぜひ投票していただきたい。県知事には玉城デニー、そして市長には中西春馬さん、そして市議には嘘をつかないプリティ知恵、曲がったことが嫌いプリティ知恵、しがらみなんてございませんプリティ知恵、どうかプリティ知恵を宜野湾の市議会に送り込んでいただきたい。ひらがな4文字プリティ、カタカナ4文字プリティ、とにかくプリティ、何が何でもプリティとお書きいただけますよう、そしてそれを広げていただけますようお願いをいたします。それではプリティ知恵さん、もう一度マイクを握っていただきたいと思います。お聞きください、これがプリティ知恵の美声でございます。バイバイ、プリティ知恵ちゃんです。プリティ知恵ちゃんと呼ばれ続けて36年、
私は初めて市議に立候補しました。私のこの住んでいる大茶菜の後援会長になってくれた石川ひろみさんで、島崎陽子さんをはじめおじいおばあが、ワッター大茶菜から市議を出したいさと言って、私の背中をぐっと前に押してくれました。大茶菜の皆さん、本当にありがとうございます。大茶菜から市議を出しましょう。そして私は大茶菜の皆さんのため、宜野湾の皆さんのために頑張ります。私の母は、私の祖父母は渡嘉敷島で集団死で亡くなりました。戦争でおじちゃんもおばちゃんも亡くしました。命ずれたから、私は今の可愛い子供たちの命を守りたい。命ずれたからです。そして私の母は伊佐里場町で誰とでも仲良くしよう、それを胸に生きてきました。父も母も天国にも行ってしまいましたが、その教えはいつまでも忘れません。プリティチエはぬちずたからイチャリバ朝礼を胸に、本当に可愛い子どもたち、今日も大茶菜団地の子どもたち、響き学習院の子どもたち、ジュジュの子どもたちが駆け寄ってきました。もう涙が止まりませんでした。この子たちの命を守るのは私たち大人です。大人の責任です。 PFAS の汚染から守るのは私たち大人の責任です。可愛い子どもたち、誰が守るんですか。市は守りません、今の市長では。だから私は中西さんを市長にしたくて立候補したんです。デニーさんと共に沖縄の人たちの命を守るために立ち上がったんです。沖縄戦でたくさんの人が亡くなりました。絶対にそれがまた起きてはいけません。ウェアファー富士も天国からみんな応援してます。だからお金に負けてはいけません。一部の人の声を聞くのではなくて、市民の声を聞く、子どもの声を聞く、お母さんの声を聞く、そういう宜野湾市にしましょう。皆さん、女性の皆さん、お母さん、男の人も、おじいちゃんもおばあちゃんも子どももみんなで力を合わせて宜野湾市をもっといい町にしましょう。沖縄を平和の砦にしましょう。みんながハッピーに笑顔が咲く宜野湾市にしましょう。プリティチェ、よろしくお願いします。ありがとうございます。プリティチェ、プリティチェ本人からの訴えでございました。子供を守れるのは大人の役割、子供を守れるのは大人だ。その中心となるのが政治ではないでしょうか。心ある人を議会に送り込まなければ、大切な子供たちは守れない。子供は未来、宜野湾の未来、沖縄の未来、その未来を守るも守らないもあなたの投票にかかっております。手を振っていただいてありがとうございます。お目が高い、そうです、プリティ知恵でございます。4文字でプリティと書いていただきたい。お車の中からもありがとうございます。お目が高い、プリティでございます。広げてください、プリティ知恵。ありがとうございます。ご家族でありがとうございます。プリティ知恵、ぜひ皆さんにご注目をいただきたい。一つ大切なことを忘れておりました。気持ちが先行する、そのような演説でございましたが、具体的に何をやるかということを皆さんにお伝えすることをすっぽりと抜けております。子どもたちを守る PFAS、PFOS からその言葉がありました。私からちょっと付け加えさせていただきます。ありがとうございます。さお先にどうぞと、歩行者の方ありがとうございます。知恵が言っている、プリティ知恵が言っていること、非常にシンプルです。普天間第二小学校で見つかった有機フッ素化合物、人体に影響があるもの、そのアメリカの基準でいうところの29倍にも及ぶ汚染が見つかったのが普天間第二小学校の校庭です。子どもたちが遊ぶ、子どもたちが学ぶ、その校庭にそのような汚染があってはまずい、当たり前の話ですよね。でも現市長はそれに対してあまり関心がないようです。健康に影響がないという方向性で片付けようとしている、それでは困ります。このアメリカ基準29倍もの汚染を見つけたのは、皆さんご存知の通り市民団体チュラ水の会でございます。そこと一緒に協力をしてやってきたのが市長候補の中西さん、そしてプリティ知恵でございます。つまりは政治家になる前からこの宜野湾で宜野湾の人々の命を守るための活動を続けてきたのが中西市長候補であり、そしてプリティ知恵であり、そして美ら水の会の皆さんでございます。
ぜひやらせていただきたい。その原因の究明、アメリカ側にも米軍側にも当然立ち入りをしなければならないことがあるでしょう。数々やらなきゃいけないことのその一つ、すぐにでも宜野湾市としてできることがあります。何でしょうか。普天間第二小学校の校庭、その土壌、土の入れ替えを一刻も早くやらなければならないということです。ぜひやらせていただきたい。その先頭に立たせていただきたい。プリティ知恵、プリティ知恵、中西市長と手をつないでしっかりと議会の中でやってまいりたいと思います。プリティ知恵、あなたのお力が必要です。投票用紙にプリティ、投票用紙にプリティとお書きください。ありがとうございます。さあ、今回の選挙、非常に短い期間において最大限の戦いをしてきた令和新選組、そして何よりもプリティ、プリティ知恵でございます。その後ろで影となり、そしてしっかりと支えてきたのが後援会長の存在でございます。マイクを握っていただきましょう。それではプリティさんからご紹介いただけますか。後援会長。後援会長はもう地元のデイサービスとかも何年も25年以上もやってきて、地元のおじいちゃんおばあちゃんに絶大なる人気があります。だからあんたが市議に出た方がいいよって言われるぐらいの人です。このひろみちゃんが後援会長として私を支えてくれました。ひろみちゃん本当にありがとうございます。はい、私の希望は王者なから市議を出す。ぜひ女性で市議は今一人しかいないので、必ず知恵ちゃんを当選させて女性の市議を増やしていきたいと思います。で、宜野湾市は PFOS の汚染がすごいです。にもかかわらず全然予算を出してくれない。で、市民の募金に頼っててやっている。これに関しては絶対いけないことだと思います。で、騒音も本当にうるさいけど何も言ってくれない、変わらない。これはいけないことだと思いますので、ぜひ市長には中西で、市議にはプリティ宮城知恵、知恵と書くだけでもいいんです。知恵よろしくお願いします。それと玉城デニーさんも県知事としてぜひ当選させて持続してほしいと思いますので、どうか皆さん明日の選挙には絶対行って、知事にはデニー、市長には中西、市議には知恵ちゃんをぜひ当選させていただきたいと思いますので、よひよっあ、皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。後援会長、手となり足となり影となりプリティ知恵を支えてまいりました。ただいま後援会長の方から知恵、知恵の二文字でもいいよということがございました。確かにそうです。でも一つ、知恵美さんもいらっしゃいますので、ここら辺がちょっとこんがらがる方もいらっしゃるかもしれません。できればプリティ、プリティでも皆さんにぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。ただいまご挨拶いただきました後援会長、そして私たち令和新選組からまずこの沖縄に入って、そして宜野湾の皆さんとコミュニケーションをさせていただいた大島くそ、大島くその方から皆さんに最後のお願いとご挨拶をさせて、挨拶をさせていただきたいと思います。大島さんお願いします。皆さんこんばんは。本当にちえちゃん支えていただいてありがとうございます。そして、令和新選組の公認という本当にありがたい、こういう決断をしてくれたちえちゃん本当にありがとうございます。今回の選挙は本当に私たち令和新選組にとっても、ちえちゃんにとっても、そしてこの日本にとっても、そしてあなたにとってもとっても大切な選挙です。今回ちえちゃんが皆さんの大切な一票で当選することで、ここからこの日本を変えていく、そういう大きなうねりを作っていただけると確信をしています。プリティちえ、ちえちゃん先生に教わりました。ちえちゃん頑張ってるねっていうような教え子の声を何度も聞きました。ちえちゃんと私と
そして本当に多くのボランティアの皆さんで延べ500件以上の皆さんにお尋ねしていろんな声を聞きました。昨日もこの大蛇の上大蛇の方のおばあちゃんがこんなデコボコの道ちいちゃんが当選したらちゃんと道路直してねっていうそういう陳情も受けました。任してください。ちいちゃんはあなたの声をしっかりと代弁をする間違いのない候補者です。そして当選すればあなたの声を絶対に絶対に実践してくれます。ぜひ皆さんにはあなたの大切な一票と、そしてまた違うお友達やご親戚、そして宜野湾に一票ない私たちも一票一票積み重ねる縁をお願いしながらやってきました。今日の12時まで投票依頼ができる、その12時までしっかりと皆さんお願いしてください。そして明日は選挙に行ったかな、選挙に行ってくれたかなというお友達にちゃんとそのことを聞いていただきたいと思います。そしてみんなが幸せになる、みんながハッピーになる、そういう街を作るためプリティ知恵最後まで頑張りますので皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。令和新選組から大島九州をまずこの選挙で沖縄のありがとうございま す。お車の中から頑張ってのお言葉、お目が高いプリティ知恵でございます。まずこの令和新選組として沖縄にまず入ってプリティさんと様々なコミュニケーションをした大島九州から最後に皆さんの行動へのお願いでございました。11時59分59秒までは投票の依頼ができます。どうか皆さん周りの方々お忘れになっていないでしょうか。一人でも多くの方にお声掛けをいただきたい。プリティよろしくね。プリティに投票して一生のお願い。はい、一生のお願いといえば何度も出てくる言葉ですが、今ここで使うタイミングでございます。一生のお願い、どうかあなたもお願いいたします。ありがとうございます。さあというわけでこの選挙、沖縄が日本に復帰して50年、節目となる選挙です。これまで沖縄が日本政府と50年以上前に約束をした沖縄を平和の島にするという約束、今守られていますか。残念なことに後退しているようにも思えます。この節目の年にやはりしっかりとアメリカと中国のこの緊張の最前線に沖縄が立たされないようにするためにも、それと対峙するしっかりと物を申す行動をする、そんな県知事玉城デニーを知事に、そしてこれまでの市長のように汚染物質が見つかっても我関せずという形で直ちに影響がないということで子どもたちにそのしわ寄せをやるような市長、これでは困ります。だからこそ中西春正を市長にする、そしてあなたの声を必ず代弁する、裏切らない嘘つかない、そのような政治家をあなたの手で議会の中に送り込んでいただきたい。市議会議員はプリティ知恵、プリティ知恵、どうかあなたの力で誕生させてください。プリティ知恵、最後のメッセージ皆さんにお願いいたします。こんばんは、プリティ知恵です。私は本当に自然が大好きで子どもたちの笑顔が大好きです。だから子どもたちに今辺野古基地、そこにオーロ湾っていうのがあるんですけど、もう魚サンゴ礁がいっぱいで本当に5800種の生物が住んでいます。私たちの宝、世界自然遺産ともいえるものです。そこは大切に守るべき、そこは玉城デニーさんが言ってます。そして普天間基地はすぐに閉鎖して、この危険な基地は騒音も PFAS の汚染も全て除去しないといけません。そのために私は玉城デニー中西新市長とともに頑張りますので、皆さんみんなをその勢いの力のあるチームです、平和のためのチームを当選させてください。私をプリティチェを市議にしてください。皆さん愛してるよ。ありがとうございます。愛してるよ。愛してますよ皆さんのこと、もちろんでございます。
愛のある宜野湾を作るためには愛のある候補者を選んでいただきたい。だからこそプリティチエでございます。プリティチエのこのいでたちに、最初はギョギョッとしたあなたの感覚は間違っていません。空気を読まない、そんな存在が今議会に必要なんです。ありがとうございます。プリティチエ、投票用紙にはプリティチエとお書きください。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ここからの時間は皆さんのもとにプリティチエが近づいてまいりますので、決して驚かないでください。近寄ったからといってプリティチエが何かしらかの壺などを売りつけるなどことはございません。ご安心ください。ただ皆さんの目と目を見てこの宜野湾を良くしていこうということのアイコンタクトでございます。あちら青信号、歩行者信号が青になっております。ゆっくりと進んでください。車がおりますので気をつけていってらっしゃい。プリティチエ、市議会を変えるためにはこれまでの政治家像ではこれは変えられない。だからこそプリティチエ、プリティチエ、空気を読めないんじゃない、読まないんだ。学校の中でも浮いた存在だった、でも生徒からは大人気。ハロウィンの時生徒が仮装してこれば学校の先生に怒られますよね。でも率先して仮装をして学校にやってきて生徒のみんなと盛り上がる。学校が行きづらい、楽しくない、そんな子どもたちに自分の身を挺して、学校は楽しいんだ、みんなで勉強しようという空気を作ってきたのがプリティチエ、プリティチエでございます。家庭の経済的事情で勉強を続けられない子どもたち、そんな子どもたちと学校をなんとか切れないようにつなぐような活動をし続けてきた36年、まさに生徒のためを思い活動をし続けてきた教師生活、36年の教師生活にピリオドを打ち、次は宜野湾市民の皆さんに寄り添い皆さんのために仕事をする、その意気込みで今回立候補。どうかお力を貸していただきたい。プリティチエ、プリティチエ、投票用紙にはプリティ、プリティとお書きください。プリティという名前で立候補しているのは彼女だけ。ひらがなでプリティ、カタカナでプリティ、どちらでも結構です。愛のある宜野湾をみんなで作ろう。そのためにはあなたの代弁者として、愛のあふれる、あふれすぎてこぼれ出している、そんなプリティ知恵をあなたのお力で議会に送り込んでいただきたい。加えましてあなたの一票をいただけるだけでも大変ありがたいお話ですが、その一票だけではなく、あなたの周りにもう一票、もう一票としっかり広げ、そして固めていただきたいのです。確実にあの人、勇気を持って踏み出したあの人、宜野湾の市議会に送り込んでいただきたい。令和新選組公認でプリティチエ、ありがとうございます。お車の中からお目が高いプリティチエ、ありがとうございます。お車から投票用紙にはプリティとお書きください。ありがとうございます。頑張らせていただきます。プリティチエをあなたのお力で市議会議員に、横に広げてください、縦に広げてください。プリティチエ、プリティチエ、ただいまプリティチエ皆様にご挨拶に伺っております。決して怪しいものではございません。目がチカチカするような服を着ているかもしれません。ありがとうございます。申し訳ございません。彼女の個性です。議員だって個性があっていいじゃないか。同じような議員ばかりじゃ面白くない。真面目な格好をしている人に裏切られ続けていませんか。格好だけで人は判断できない。ありがとうございます。小さなあなたの未来も守らせていただきたい。プリティチエ、戻ってまいりました。もう一言を言う時間もギリギリ、最後に一言15秒ほどお願いいたします。プリティチエ、はい、みんなで、みんながハッピーに、はい、みんながハッピーに、笑顔が咲く宜野湾市に、子供を守ろう、子供を守ろう、子供は宝だ、ぬちず宝、いちゃりばちょうでー、いちゃりばちょうでー。みんな自分たちの子供も世界の子供たちも大切です。これからみんなで力を合わせて頑張っていこう。
全く予測不可能、これがプリティ知恵でございます。議会の中でも大暴れ、あなたの力で市議会議員に、プリティ知恵、プリティ知恵、あなたの力でプリティ知恵を市議会議員に、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。配信終わります。